はい、レオンです。今回もね、 BOCW スタンドオフ24分の7のチームデスマッチで遊んでみたいと思います。全員ノラですね。で、今回からクラス変わって、この柏木由紀のクラスで、このブルフロッグで脇差し、スティムショット、セムテックス、フィールドマイクのクラスでベースボールバットのね、チャレンジやっていきたいと思います。はい、ガールド脇差し、このマッチまで、これで12マッチ目なんで、これで、あ、そっか、チームデスマッチだよね、これね。キルポンとかもやるから、ちょっとわからん、あの、間違えて、キルポンって勘違いする場合があるんですよ。敵のスナイパーがいる。遅れを取っているぞ。やりにくいな、なんか。取っても。我々がリードしている。ここ、よくいるんですよ、ここ。オッケー、 M やってた方がいい、こういった場合は。この辺とかよくいるんで。あ、ここにいる。あ、いるな。いるでしょ。敵の偵察機が接近。中で持ってるっすな。よし、偵察機落としたよ。落とした方がいいよ。このエリア空いたか。負けてるな。セムテックスを起動。これ中にいるっしょ。これ中にいるっしょ。優位を失ったな。この中にいるのか。これ上にいるのか、もしかして。いい盛り上がってよ、こいつ。本当にいい加減にしろ。普通の3キル11キルの3です。ダメか。偵察機出してほしいですね、敵が。あ、味方が。攻めてくす強いな。フィールドマイク出たな。どの辺で出すかだな。ここに置くか。フィールドマイクを起動。出よ。あ、いるな、近くに。ここでやるかな。ここでよく来るからさ、ここに中に入ってくれりゃ。よっしゃよっしゃ、これチャレンジ進んでるよ、これ多分。フィールドマイクの中に今いる状態なんで。よっしゃよっしゃ、ざっくりいってやるよ。すべ UAV、 これいくか。 RCXD だな。やったぜ。いるよいるよ。よしよし、ベストプレー俺だな、多分。フィールドマイクを把握された。我々が優勢だ。ターゲットダウン。中にいるな。許さんぜ、本当に。おめえら。めっちゃ弾数すごいことなってるよ、これ。中にいるな。キルだ。よしよし、無敵よ。ここで落とさない方がよ。ここで俺よく失敗してるから。あ、こっから多分来るような気がするんだよな。スモーク、ここいるな。
よしよし、この戦車に隠れて。男だ。はい、よしよし、結構でも切り合ったな。ここで、あ、ここ、ここあんまり良くないんだよな、ここ。これ、あれ、ちょ、ここダメだよ、全然。うん、終わってるよ、ここ。うん、最悪だよ、ここ。よかった、よかった。トラップでも一応できたんだけどね。これも砲撃なんだけど。よっしゃ、バッチリよ。ダイヤードで殺された。これチャレンジ進んでるよ、これ。ああ、これ住人の地名なんで、多分。ここでめっちゃ眠ってるな、こいつらな。いつも同じところで。死なんね。殺すわ、こいつら。遅れを取ったら、このままではダメだ。これはね、敵の偵察機が接近。ここら辺にいると思うんですよ。ねえ、あれ強いな。なんだあれ。逆転されてるんだけど。ずっと向こうにいるんですよ。あら、今度負けてるな。セムテックスを使う。ずっと持ってるよ。ここにいるんだよな。上にいないですか。ガンシップ、エアパトロール持ってる人いねえか。敵のエアパトロール、もう終わりだな。どうせ負けでしょ。すぐ破壊されそうな気がするんだけど。これ中からこっから来そうだな。終わり。この戦いに勝利はない。勝ったけどね。戦闘を開始。交戦地帯から脱出しろ。チャレンジ進んでると思うんだけど、これずっとこうやって持ってよ。こいつよ。ずっと持ってさ。敵のセムテックスを見つけた。これで12マッチ目になってたら進んでるっていうことだね。進んでたら。やっぱチーズスがいいっすね。キルコンもいいんだけど。で、あ、これ解除したんだ。レベル上がって20キル17です。プラス3、比率 1.18。 スチールやってますね。おー、いいね。こういう感じで、あのさっきキャパケ落としたところ2回ぐらいあれと、あの敵にやられてね、盗まれてるんですよ。で、今回は大丈夫かなと思ったけど大丈夫でしたね。見てみよう。あ、進んでる、よかった。12マッチ目、あと3マッチだな。あの脇差しとりあえずこれで終わり で次最後にこれ待ち受けに変えるんでね、
マッチ相手でニュークタウンでばっかりやってるから9マッチで、残りの6マッチはもうスタンドオフでやるって決めてるんで、よかったな。でマズル解除、 GRU サプレッサー、ガスを閉じ込み、マズルの上昇を抑える、マズルフラッシュをなくす、長所マズルフラッシュ行政プラス 100% で、垂直反動制御プラス 7% で、短所が有効射程距離マイナス 25% ですね。で迷彩はどうですかね、これさっき解除したんですよ、こういう感じですね。久しぶり使うなブルフログで、脇差しがこういう感じですね。はい、以上にしたいと思います。今回はね、柏木級のクラスで久しぶりにこれブルフログ使ってみました。ブルフログのグローなんとかレジェンド設計図に脇差しで、スティームショットセムテックスフィールドマイクに、パークはねエンジニア、フラッグジャケット、アサシン、ギアヘッド、コールドブラッド、スパイクラフトにパークグリードで、スコアストリー構成が RCXD 偵察機ケアパッケージというカスタムで、このスタンドオフ24分の7のチームデスマッチで、この脇差しじゃない、このベースボールバットのチャレンジやってみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。